トーコトントコイトーとアシスタントのくちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は1月の6日水曜日ですね。はい、新年始まりましたね。いよいよ仕事の方、はい、もう新年始まったのでイルミネーションいつまででもつけてるわけにはいかないので取り外しましたよ。庭、はい、1月の5日、1月の4日、この丸2日をかけて家族でなんとか取り外し完了いたしました。もう本当につけるときは楽しくて一生懸命バラにはイルミネーション取り付けましたって皆さんにお送りしておりましたけども、外すときはもう本当に寂しい、もう寒いし切ないし、もう取り外しても綺麗に取り外せましたって動画になるかどうか分かりませんけども、ちょっとでもこの外す時のこの男の寂しい背中の哀愁が映ってたらいいかなと思って、はい、忙しい中ちょっとだけ動画の方撮影しましたので、そちらの方をご覧いただこうかと思いますよ。もうやっぱり作業は始めるときは楽しいですよね。遊びに行くときでも行きはよいよいですけども、帰りは怖いんで、はい、皆さん遊びに行って帰るとき運転とか気をつけてくださいね。僕もちょっと作業取り外し作業は本当に油断しがち、ちょっと指の方を怪我してしまいました。いたた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 た、やっぱりそういう作業はやるときよりも片付けるときを気をつけるべきだと改めて学びましたね。はい、ではではちょっと片付け動画という地味な動画ですけども、最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フリースでも寒くない理由があるんです。シェキー、こちらヒーターインナーですよ。こちら電源入れるとあったかいんです。このベストすごいですよね。はい、なんとかイルミネーションの片付け終わりました。1月の4日1月の5日2日間かけて綺麗に取り外しましたよ、すべて。まあ駐車場の方は1年中つけっぱなしなのでこんな感じになってますけども、はい、
いやー、家族で頑張ってなんとか取り外すことができました。もう毎年この4日、5日でなんとか取り外して、もう今年で終わりかなって思うんですけども、また10月半ばぐらいになってくるとやっぱりつけようかなっていう気になるんですね。皆さんの近所のご期待の声もいただいておりますので、頑張って取り付けちゃうかもしれませんけども、その時はまたよろしくお願いいたします。はい、ではまあ今回はただ取り外すだけの地味な動画でしたけども、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。そういうのお父さんにも覚えがあるな。男の子嫌い。これが分かった方は相当のジブリ好き。